プリキュアシリーズプリキュアオールスターズスペシャルコンサートウィズ京都フィルハーモニー室内合奏団プリキュアオールスターズスペシャルコンサートウィズ京都フィルハーモニー室内合奏団は2011年2月26日27日に大阪市北区の梅田芸術劇場メインホールで開催されたコンサートおよびそれを収録したライブ DVDCD 大阪の放送局 朝日放送の創立60周年と、同社が制作、放送している、アニメシリーズ、プリキュアシリーズの映画第10作、映画プリキュアオールスターズデラックス3未来に届け、世界をつなぐ虹色の花の公開を記念して2日間、経営参考演で開催された、最新テレビシリーズ、スイートプリキュアまでに登場する21人の、 プリキュアと歴代7人の主題歌担当歌手が総出演し、京都フィルハーモニー室内合奏団によるオーケストラ演奏で歴代主題歌が歌われた。また子供にクラシック音楽に親しんでもらうためにクラシック音楽も5曲演奏されている。2011年8月10日には2月27日の公演を収録したライブ DVD が朝日放送からライブ CD が マーベラスエンターテイメントから発売されている。以下は、ライブ CD の収録順に基づく。ラララスイートプリキュア断然。二人は、プリキュアバージョン。マックスハート任せてスプラッシュスタープリキュア後スマイルゴー,ゴーキラキラしちゃって。マイトゥルラブ。スイス軍の更新フィドルファドルプリキュア後フルスロットルゴー,ゴー手と手つないで、ハートもリンク。プリキュアモードに。 スイッチ ON イフ堂々前全奏曲 G 戦場のアリアレッツフレッシュプリキュアハイブリッドバージョン、you、Make Me h ハッピー H P トギャザーオールライトハートキャッチプリキュアハートキャッチパラダイストゥモローソング明日の歌キラキラ可愛いプリキュア大集合命の花ワンダフルパワフルミュージック ラララスイートプリキュア2012年と2013年にも同じ梅田芸術劇場において朝日放送主催京都フィルハーモニー室内合奏団の演奏でオーケストラコンサートが開催されている。いずれも CD と DVD が発売されている。 カッコないは日本語吹き替え http コロンスラッシュスラッシュ yaplog.jp スラッシュ osone スラッシュアーカイブスラッシュ 701http コロンスラッシュスラッシュ maiu-way.exblog.jp スラッシュ14976277スラッシュクリードへの宿敵5月10日ブルーレイ &DVD&4 駆動発売 2019年3月1日閲覧。ありがとうございます。